今日使う仕掛けなんですけど、藤原の無限ヘッド 35g。 ここにジグヘッドの真下に2番のトリプルフックをつけて、で同じ穴からこのヒラメシャフトっていうのをひっつけて、でその先っぽにもう一個トリプルフックをつけます。でフックサイズなんですけど、前が2番で後ろが6番っていうのが、まあ、推奨なんですけど、まあ、自分は大きいヒラメかかったらいけないなと思って少し大きめのフックつけてます。そんな感じで、でワームつけてこっちの針をワームに刺してまたあとセッティングするんで、その時に見てもらえばこれでやります。じゃあ基本的な釣り方を紹介します。 30g ぐらいのジグヘッドを使ってやるんで、軽く投げても結構飛ぶんで、まあ、軽くアンダーで軽くキャストしてそこまで沈めます。水深深くても 15m ぐらいなんで結構着底は分かりやすいです。でマゴチを狙いたいときはこうやってワインドさせてボトム取る感じで、でジグヘッド重たいから着底は多分分かりやすいと思います。でグリッサンドの72コンベを使ってるんですけど、結構張りがあるロッドでワインドしやすいです。でヒラメを狙いたいなっていう時は、まあ、ワインドで狙ってもいいんですけど、2回か3回ぐらいリール早く巻いてスイミングさせて、でフォールで食わすっていうアクションをしてやったらヒラメが釣れる確率が結構上がります。そんな感じで、まあ、ボトムをしっかり取ってやって釣れば魚は来ると思います。バイトの出方は？バイトの出方は、まあ、食い上げが多いんで、もうワームを下からバクって食い上げてくるんで、振ってテンションが抜けたようなバイトが多いです。ガツガツってのも？ガツガツっていうのもあります。横から持ってくバイトもあるんですけど、下から食い上げてくるのは結構多いです。ヒラメもコチュもそんな感じです。何色？月夜ブラックのスターグローが入ってるやつですね。ポツ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 グローが入ってるやつで、朝間爪とかちょっとまだ明るくないなって時に自分は結構使います。普通に日中でも結構使うんですけど、特に曇ってたりした時は結構使います。他にはどんなカラーがおすすめですか？他には結構イワシが多いんですけど、小魚がいっぱいいる時はブルーにシルバーのラメが入ってるカラーがあるんですけど、それがカタクチイワシがいる時は結構効きます。マックスピードは速くていい？速くていいです。結構速く巻いていいです。近くなったらもう、はい、マック回数減らす。そうですね、結構足元まで食ってくるんで、うん、しっかり足元までアクションつけてやった方がいいです。バイトが出やすいのはアクション、はい、してる時それともホール中？ホール中ですね。ホール中のアクションがほとんどですね。でたまに巻きでも食ってくるんですけど、ほとんどホール中がバイトは多いです。ラインは？ラインの号数、メインライン、メインラインは1号で、
リーダーが5号ぐらいがちょうどいいです。ぐらいがちょうどいい、はい。ロッド操作がいいですね。結構思いっきりワインドさせた方がいいですね。マゴチ？マゴチもワインドでヒラメも食ってくることあるんで。ああ。でも確かに割合的にはマゴチ。マゴチが多くなる。ワインドさせる強さでも変わったりする。強い方がいい。そうですね。強い方が。当たった。マジ？クソ。マジ？着底間際にコツってやりましょう。コツって当たった。いいねいいね。お。来た。分かった分かった。多分そんな大きくはないと思うけど。はい。ダートさせたら来ました。おーい。あ、バレた。あそうなんすよ。バレる。バレやすいす。あんだけ針がついてる。バレやすいです。当たりどんな感じでした？プッて。プッてティップがプッてなりました。プッてなった。ダートして止めた瞬間、マジでとんでもないスピードで食い上げてきようんでしょうね、うん、反応しようやろね、はい、今1回転ぐらいがいい感じっすね。おいいよいいよ、ついてきよった。2回ぐらいついてきよった気がする。ちょっと重たい、重たいぐらい。あ、来た来た来た。食べるよ。ハモだ。ハモ。やだ。抜いちゃいましょうか。そのまま抜けます。うん。落としといてこっちに。ずっとついてきてる感じがあったんですよね。で最後コツッとコツぐらい。ハモです。ちょっと逃がします。はい、ありがとうございます。はい、いいっす。渡った。マジ？もう一回来い。追い食いないか？結構追い食いありますからね。マジ？そうなんですよ。こうやってスイミングさせて、フォールが自分はフォールが4秒になるように巻き回数を調整する感じです。今だったら2回転したらちょうど4秒ぐらいで着底するんで、で船の流れ方によってその1回転させたら4秒で着底するとか、3回転させないと4秒間フォールのアクションがつけれないとか、やっぱ風の強さとかでも変わるんで、ポールの長さを調整するのは結構大事です。内側4メーターから船の真下までベイトを固まります。おお。これがベイトです。沖さん多いですか？もろたもろたやっちまってぜ。
イっぽいぞ。おお。チヌク。おお、キビレ。キビレ？キビレ。ありがとうございます。でこ。テーボワーク。テーボワーク。餌ですね。テーボワーク。熱々。迷ってないんすよ、俺は。俺は迷ってないです。迷ってない。俺迷ってない。迷いなんか一つもない。途方に暮れとるよ。迷いの間の字はないけど、うん、前向きの間の字とまっすぐの間の字はあります。やっとる。おお、ナイス。俺こっちかな。こっちっぽくない？こっちかもしれん。あ、でもなんか叩いとる。タイ？チヌ？チヌかな。すげえ叩く。熱々。あ、こっちかな。バラすなよ。マゴチで会ってほしい。こいこっち。こっちこっち。うえい。ナイス。やった。捨てろよ。やっと本命。おお。今追い食いしました。うえい。ナイス。はい。いやいや。うえい。いやいや。マゴチ。よっしゃ。やっと本命釣れました。今はスイミングでボトムのスイミング&フォールで狙ってて、スイミングして止めた時に一瞬振ってテンション抜けるあたりあったんで、でもその時乗らなくてもう一回巻き入れたタイミングで食ってきました。でもなんかバイト発生いい時のバイトとなんか違いましたね。そうなん。大丸。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。よしよし。これランカー？ランカーですね。六丸からじゃなくて。アコーで言うランカーです。アコーで言うランカー。アコーで言うランカー。マゴチで言う？言う。50センチ。マゴチで言う50センチ。つうか。これイケス入れていいんすか？おお。さすが。マゴチ？マゴチかな。かな。マゴチでしょ。さすが。おおお。なんだなんだ。おおおおお。おマゴチ。マゴチマゴチマゴチ。やったー。ナイス。ナイスナイスこっちナイスナイスうぇあんまりこうマーゴンなサイズじゃないけれども、いいいいサイズ、かわいい、ありがとうございます。ありがとうございます。いい条件が揃い始めた。はい。すごい静か。うん。マゴチ来そうやね。マゴチ来そうですね。おお。マゴチですか。ヒラメ？本気ですか？ほらほらほら、マゴチさん。うわ、太い。おめでとうございます。いいな。うわ、ナイス。テボワーク。ナイスフィッシュ。ナイスフィッシュ。あと1時間で爆上するぞ。しゃ。ヒラメやないんそれ。
そういうの持っとるね。アチュアチュいいね。回収バイトでした。さっきの俺が取っとけば。回収バイト、ヒラメ、わからないです。うおー、ヒラメ、ヒラメ、うおー、よっしゃ、うおー、激安。もうまさに今流し直しますって言われて、回収で巻き上げた瞬間にゴーンってきました。すっごい、強烈、巻き上げゴーンやろ。強烈バイトです。俺にもこうかな。俺まずい、まるい、やったー、イエーイ、やっちまったぜ、やっちまったぜ、やっちまったぜ。やっぱ 本家しか言えんみたいな。それが欲しかった。ありがとうございます。本家しか言えん。